クモドは NTT ドコモ、日本コカ・コーラ伊藤中商寺の共同開発により2002年に実用化した日本コカ・コーラ飲料自動販売機を利用したプリペイド型決済システムである。当項目ではそれに対応した自動販売機の当初の相性 C モについても併記する。2002年のサービス開始から2011年3月31日までは日本コカ・コーラ運営の会員サイト クラブクモド上で C も専用のプリペイド型電子マネー、クモドマネーが提供されていた。2005年からクモドマネーを専用アプリを介してお財布形態にチャージさせるサービスと ID に対応したファリサリーダ、ナイタが搭載されたベンダー機種が導入されるまではクモドマネーと従来の現金購入のみ対応していた。これら機種では 通常の自販機と機能は同じであるが、電子マネー対応のための操作ボタンが追加されている。なお、当初導入された CMO1 と後継機の CMO には8インチほどのカラー液晶画面が装備され、各操作の手順や投入金額、プリペイド残高を表示する機能が備えられている。また、販売時以外にはコカ・コーラのパッケージデザインをモチーフにした。 スクリーンセーバーや日本コカ・コーラのテレビ CM 動画を表示、再生する。基本的に内蔵スピーカーから音が流れるが、設置場所によっては、小音設定がされている場合がある。クモドマネーの利用には、NTT ドコモの i モード、au の iSweb、ソフトバンクモバイルの Yahoo 携帯で、会員サイトへの登録が必須であった。サイト上で、プリペイドや購入を選択すると、 チケットと称する QR コードが表示され、CMO に装備された QR コードリーダーにチケットを読み取らせることで認証し、チャージあるいは飲料の購入が可能であった。クモドマネーへのプリペイドは自販機の現金投入口に任意の金額を投入することで行えた。液晶ディスプレイと現金投入口が右側に搭載された CMO では、 客側にレシート幅の観熱紙プリンターが搭載されており、チャージ金額の領収書発行のほか、会員サイト上でプリペイド残高を消費して購入したデジタルコンテンツの URL サイトや QR コード、あるいは地図などコンテンツ自体を印刷する機能が装備されていた。しかしながら2003年の時点でデジタルコンテンツ販売は早くも廃止された。 会員サイト上では2003年頃から2008年までクモのポイントが実施されていた。クモドマネーのプリペイドでの購入金額に応じてポイントが付与されたり、コンテンツで遊ぶとポイントが溜まり、100ポイント以上溜まると100ポイント100円の価値でプリペイド残高へ移行することが可能であった。また2006年前後にはシーモで販売される 特定の飲料商品を無償で提供するサンプリングキャンペーンが不定期的に行われていた。工日の通り2008年にコンテンツはコカ・コーラパークに移行し、プリペイドへの交換は廃止された。2005年前半からはファリサ対応型シーモが徐々に導入され、クモドマネーがお財布形態に対応した。会員サイトから専用アプリをダウンロードして、 口実の方法でチャージすることにより、お財布内の残高範囲まで、専用アプリの起動や会員サイトの接続が不要になった。チャージ方法としては、自販機に投入した現金をそのままファリサへチャージする方法と、会員サイトで入金したプリペイド残高を500円500ポイント単位で、振り返る形でチャージする方法があった。500ポイント単位であれば、専用アプリと、 会員サイトのプリペイド講座間で相互に振り返ることが可能であった。なお、専用アプリには会員サイトへのリンクメニューがあった。前室のファリサ対応型 C も導入により2005年12月から ID にも対応することになり、ID が利用できれば会員サイトに登録せずに利用することが可能になった。ただし、クラブクモド会員で、 お財布携帯専用アプリを併用している場合は、クモドマネー以外の電子決済で使った場合でも、クモドポイントが還元される特典が2008年頃まで存在した。その後、エディや IC カード乗車券付帯のストアードフェア残高を使用した電子マネーに対応するようになり、クモドマネーの存在意義が薄れる形となった。シーも自販機に利用可能な電子マネーのロゴが、 シールにて掲示されている。ただし2013年3月23日の交通系 IC カード全国総合利用サービスの開始に伴い、いずれかが対応していれば、総合利用が可能となった。マルチマネー対応自動販売機の普及、クモドポイントの廃止によって、クモドマネーの存在意義がほぼなくなったことから、2010年4月、同年12月31日をもって、 クモドマネーサービスを終了することが発表された。その後、クモドサイト上でサービス終了を2011年3月31日まで延期することが告知され、2011年1月から3月末まで C モード携帯サイト上で申し込むことにより、プリペイド残高に応じてプレミアムを加えたコカ・コーラギフト券に交換する取扱いが行われた。 残高を使い切らずに2011年4月1日を迎えた会員については、同日から5月末まで資金決済法に基づく、現金書き留めによる払い戻しが行われるが、これについても、会員側からの申請が必要である。本節では、上記・クモドマネーサービスに対応していた、飲料自動販売機、または、飲料代金決算装置について記述する。 福ドでの支払いに対応している飲料、自動販売機を、マルチマネージ動販売機と称している。QR コードのみに対応する、シーモと、お財布形態と、フェリカ搭載カードに対応するシーモに及び子シーモ、新しいシーモの4種類のシーモ自販機がある。将来的には、すべての自販機が、マルチマネージ販機子シーモになると発表され、すでにシーモは現存しないが、 2010年に導入したエコルソーラーはマルチマネー非対応である。C モデの購入方法は大きく分けて、ファリーサによる通信と QR コードを読み込ませる二通りの方法がある。2008年12月31日をもって新規入会時、チャージ、プリペイド時、ID 購入時に付与されるクモとポイントは廃止された。2009年12月31日までは、 ポイントの使用は可能である。ただし、QR コード経由でないと使用できないため、新しいシー o などの QR コード読み取り機能がない、機種では使用できない。以下は2008年まで貯めることのできたポイントの概要である。2009年夏から、日本コカ・コーラ運営のモバイルサイトコカ・コーラパークに、ゲームや検証応募など一部コンテンツを移行した。 ただし、コカ・コーラ・パークで得たポイントは、景品応募などに使う携帯のため互換性はない。新製品などが発売されると、無償で提供するなどのキャンペーンを行っている。例えば、あやたかが発売された時などは、利用者にメールマガジンで告知し、先着、XX 万名という形で、QR コードを提供する。1契約につき1回のみ利用できる。また、 QR コード表示後は通常の購入バーコードとは異なり画面メモに保存すると定員に達していない期間内であることが条件で利用できる QR コードでの提供のため新しいもでは利用できないなお新製品キャンペーンではその新製品のみが購入できるように制限がかけられることが多い2007年11月16日に 日本自動販売協会と NEC らは2008年春のフィールド展開を目指し、フェリカ対応の自販機向けリーダーライターを開発して、既存の主な電子マネーに対応することを発表した。この新サービスとクモドは明確に一線を画しており、ジャマのプロジェクトにクモドが参入する気配はなかった。ありがとうございます。